お疲れ様です。私がサラリーマンだった時に人事の方がね言っていたんですけども、40代とか50代になって給料20万くださいっていう人は採用したくないって言ってましたね。1000万2000万くださいって人を採用したいっていうふうに言われてました。1000万2000万給料くださいって言えるってことは会社に1億2億稼がせるってことだと思うんで、そういう人を採用したいって言ってましたね。まあ、つまり40代50代になってしまうと会社にいくら稼がせることができるんですかっていうのが採用条件になるんですよ。その 10% なり 15% はあなたの給料ですよっていうのが契約になってきますんで、だから経験はないけど頑張りますっていう人はね、やっぱり20代とか30代がギリなんでしょうね。さすがにその言われないと動けない人とかね、で言われなくても動けるんだけども、そのおかしな自分の赤、仕事の赤で動く人はもうごめんこうむりたいっていうね、よく分かんない状態になるんですよ。だからやっぱり転職するならインターネットへ転職した方がいいんじゃないかなと。 YouTube に就職する、Google に就職する、いいじゃないですか。世界一の企業に自由に仕事をやらせてもらって報酬も取り放題、どんな商品を扱うのかも自由、出勤時間も自由、出社も自由ね、何もかも自由、そんな職場があるわけですからね、スマホの中にパソコンの中に。いや、久保さんはですね、吉谷さんは成功したから言えるんでしょうって言うかもしれませんけども、はっきり言って私たちも白票踏んでますよ。だって今日ね、成功したつもりでプラプラ遊んでたら今日の売り上げないですよ。だからそういう意味で言うとね、これも一概には言えないんだけども、サラリーマンとして多少仕事で失敗してもね、人間関係気まずくても月末には20万30万入る方が楽だと言えますよ。でも私は吉谷さんは20万30万じゃやっていけないですよ、もうその暮らしは。それに仕事も自分で決めたいんですよね。どんな誰の悩みを解決するかってことも決めたいんですよ。会社にミッションを決められて、計画を勝手に作られて、営業先決められて、商品決められて、顧客決められてみたいなのはもしかしたら自分に合致してない可能性の方が高い。まあそういうふうに思うとやっぱね、自分で選んでいきたいかなと思いますよね。だからね、余裕のうっちゃんで答えが見えてるってことはないですからね。私たちもテストをして、ああダメだったなとかね、やってみてこれもうまくいかないなっていうことをたくさん繰り返してきてるだけですからね。でその中のいくつかが当たってるっていうだけなんで、結果が分かって仕掛けることはないですよ。ある程度は分かりますけど、それはね、ある程度はもう散々やってきたんで、人の心理はそんな変わらないんで分かりますけどね。だからやっぱりせっかく培った自分の能力があるなら、それを他の人の会社に自由に使われるんじゃなくて、自分で直接使ってね、それが市場に反映されて、そのフィードバックとして入金があるって形を取った方がいいでしょうね。特にね、20代30代なら会社に入るのはいい選択なんですけども、40代50代では私やっぱりね、転職した先がまたなんかこう会社だ組織だっていうのはあんまりいい選択じゃないような気がするんですけども、いかがでしょうか。それじゃあ良い注釈を。